帰ろうか。夏の日差しが沈みまして、夜の帳が追います。兵庫県は相生市の風景です。皆様こんばんは、道楽やり者です。令和6年5月25日、場所は兵庫県相生市にて行われます。2024相生ペーロン祭り前夜祭花火大会の模様を本日はライブ配信させていただきます。普段やっておりますアメリカンフットボールの配信とは趣き異なりますため、いささか戸惑われる方もいらっしゃるかもしれません。私の地元にあります地元最大の大祭であるペーロン祭り、その中におけるその前夜祭である花火大会の模様をぜひ取り残さんと思いまして本日は配信させていただきます。約1時間ほどの配信となります。ぜひ皆様お時間許す限りご視聴くださいますと幸いに思います。お前は幼少より過ごしておりますこの相生市、かつては IHI のもと造船の町として栄華を誇っておりましたその面影ですが、しかし、その不況を長引く中にありまして、現在はその私を含めまして和光度その集うことがかなわない非常に寂しい町になっております。このままこの場にありましてできれば生活を続けたいと思っていたものは数起こりますが、残念ながらそれかなわずこの町を離れた者も多数おります。その映画を飾っておりましたそのペーロンの大祭の花火大会の模様、かつてのことを忍び、そして再びここに住み惑いたいと思うという時に、その少しでも助けとなれば、そしてその帰りたかったが、しかしその帰ることがかなわなかった方々に幾ばくかでもその慰みとなればと思いまして本日は配信させていただきます。撮影をしておりますのは、地元ご存知の方、いらっしゃいましたら お気づくかと思いますが、遠見山のその道中にありますその参道から撮影させていただいております。ちょうどその打ち上げますその会場打ち上げ台が望める格好になっておりますので、こちらからの配信ぜひご覧いただき、かつての映画そしてその思いをたどりながら、またこれからありますアメリカこの相生のこれからを担うその祭典をぜひご堪能いただければと思います。演目の開始は予定ですと7時50分の予定となっております。現在はその先立ってそのお印となる花火が打ち上がっており、まもなくそのプログラムが開始されようとしております。本日もこれまでの通り5000発の花火が用意されているということです。残念ながらこちらにありましてはその演目のプログラム、そしてスケジュール進行は残念ながらそれを確認する方法ございませんので、その演目の途切れにおいまして私の方での判断で、予定されているプログラムの方をご紹介させていただこうと思っております。多少その内容とずれる形になるかもしれませんが、その点はぜひご了承よろしくお願い申し上げます。その花火大会が間もなく近づこうとする中、県もそれに味方するようにその夜の帳さらに深まっております。本日の相生非常に快晴に恵まれました。雲一つない素晴らしい快晴でした。風も日中は微風が吹いておりましたが、現在はそれも小康状態にあり、花火大会花火を観察するに観測ご覧いただくのに素晴らしい環境になっております。ただ風が少ないということになりまして若干その煙幕が漂う状況になるかもしれません。この点はその点ご了承いただきながらこの花火大会ご堪能いただければ幸いに思います。
予定通りですとあと 3,4 分ほどしますと最初のプログラムになります。メモリアル花火が打ち上げられるように予定になっております。さあ、その演目に先立ちまして、メモリアル花火が打ち上げられております。しばしその演目をご堪能ください。
さあ、まず最初にこの花火大会の最初を彩りますメモリアル花火が打ち上げられました。これより花火大会は正式な演目に移行してまいります。8時より発見伝説7つのボールという、プログラムが予定されております。合計500発打ち上がる予定になっております。キリンラボさんのメッセージありがとうございます。そうですね、私の方で、ライブ配信というのはちょっと意外だったかもしれませんが、私の地元がこの兵庫県相生市にあります。現在もそちらの方で生活させていただいております。地元の大祭を、その地元の民として応援したく、本日は普段とは違いましてこのような形で配信させていただきます。普段とは勝手違いますかと思いますが、ぜひこの花火大会ご堪能いただき、ひとときの量を取っていただければと思います。新宮様メッセージありがとうございます。5000発は合計の、花火の数だと思われます。それぞれの演目ごとに、プログラムの中でその、発射されます花火の数が、記録されておりますので、こちらの方も分かります限りは、アナウンスさせていただこうと思っております。どうぞメッセージそのまま残していただいて結構ですよ。ぜひ、忌憚なくメッセージを入れてくださいませ。できる限り多くの方々にこの相生の大祭をご覧いただければ嬉しく思います。そうですね、私が相生というのはなかなかピンとくる方がいないかもしれませんが、兵庫県に在住しております。確かに回っておりますのが東海北陸から九州、場合によって沖縄まで足を伸ばしておりますが、地域的にはそういった意味もありまして西日本が中心という形に活動になっております。ただ本心を申し上げましたら、叶いましたら、北海道や東北といったそういった在野にあります北日本のアメリカンフットボールも機会ありましたら応援したいとも願っております。その意味では相生という場所はある意味交通に適している部分がございます。非常に、どこかに近しい位置になるという非常に交通の便には恵まれているというのがありますね。さあ、これより、正式に演目がスタートしてまいります。伝説の7つの棒というメッセージで、このプログラムは加えております。計500発打ち上がります。そのタイトル名から指しまして、先日お亡くなりになられた時代の漫画家鳥山明氏を偲んでのプログラムと思われます。ぜひご堪能ください。
序盤から素晴らしいプログラムが披露されました。発見伝説の7つのボールという500発による演目でした。続きましてのプログラムは、5分後に行われます新発見花火教室というプログラムです。150発打ち上がります。あずき様、こちら行われております場所は兵庫県の相生市という場所になります。兵庫県の南西部に位置しておりまして、辰野市とそして、赤穂市の間に位置する非常に、岡山に近い位置にあります、一つの都市になります。さあこれから続きましてのプログラムは新発見花火教室です。150発打ち上がります。キリン山様、そうですか、米論協定のことはご存知だったんですね。実は実際には地元ではこの花火大会の方が有名で、またこちらが相生市民にとっての拠り所というべき大祭にもなっております。前夜祭ではありますが、これを誇りとする市民も多くおります。伊佐様、あ、そうですか、相生在住なんですね。非常に嬉しく思います。あ、まだ仕事中ですか。それはなかなか辛いものがあるかと思いますが、せめてこのライブ配信で慰みとしていただければと思います。
桐村様はそうですね、相生市、なかなか確かに目的地としては向かう目印というのがなかなかないというお言葉、非常に心に痛い部分でありますが、確かに見るべきもの難しい部分があるかもしれません。一般的にはよく言いますのが、特産品として最初に持っているのが柿です。こちらの方が広島にも勝るとも一般には評判になっております。ひなすよりもさらに美味とも優勝するように賞賛を受けることもあります。こちらをお買い求めいただくのも一興ではあります。また、観光地としましては、環状線上という、中世非常に重要な拠点としてありました、城の跡地があります。こういったところもございます。さあ、演目は進みます。今度は続きまして、みんなで応援ど根性五輪という面目です。約200発打ち上がります。近々行われますパリオリンピックへのエールも含めました演目、しばしご堪能ください。翔さんはメッセージありがとうございます。あ、相生市民の方ですね、元ということですが、相生在住であるということは非常に嬉しく思い、であったことは非常に嬉しく思います。現在大阪ということですが、10年ぶりですか、そのような形に、この配信がその少しでも、記憶をたどる一つの兆しになりましたら幸いに思います。また機会叶いましたら、相生でこの花火をご覧いただければ嬉しく思います。それまでのつなぎとしまして、この配信をご堪能ください。さあ、まさにその相生の象徴的キャラクターともいうべきど根性大根をかたどりました花火が打ち上がっております。あずき様、ありがとうございます。ぜひ機会ありましたら、観光の地としてはあまりありませんが、しかしかつて映画監督としてキューポラの丘を作りました有名な監督である浦山桐郎の出身地である、その監督が生前の間にこの相生は母なる大地だと称しておりました。その、穏やかな気風、そしてその過ごしやすい空気をぜひご堪能いただければ嬉しく思います。伊佐さんも、秋田の大曲の花火大会などもご覧いただいているんですね。確かにあちらの方も相当、大掛かりで素晴らしい豪奢な花火大会というふうにお聞きしております。相生はこれに果たして勝るか劣るかは私も分かりかねますが、しかし私自身は見劣らないと思っております。ぜひ見比べる意味も兼ねましてご堪能いただければ嬉しく思います。またこの5月という非常に涼やかな時期に行われますこの花火大会、全国的にも珍しいという意味でも面白く、しく、過ごしていただければ嬉しく思います。さあ、非常に艶やかな演目でした。みんなで応援ど根性五輪、まさにオリンピックを祝わんとする素晴らしい演目でした。Thank you.
相生はこの穏やかな相生湾より発射する海上花火の形をとっております。そのため海上の打ち上げ花火台を付近におきましても非常に鮮やかな花火が打ち上がる非常に、特筆すべき四角花火が催されます。この独特の発射台から繰り広げられる海上そして空中の両方を彩る花火大会をぜひご堪能ください。さあこれより演目は次へ進みます。ブルー&エメラルドグリーンというライトで400発打ち上がります。
まさに演目通り非常に鮮やかなブルー&エメラルドグリーンの演目でした。400発の演目でした。伊佐様、メッセージありがとうございます。大曲は文字通り発射台が間近にあるという環境なんでしょうか。打ち上がったその灰が上から降ってくるほどなんですね。非常にすごくリアリティのある花火大会というのがよく伝わります。その点におきましては会場で打ち上がります相生花火はそういった部分はないかもしれませんが、しかし発射台間近の先ほどもありました色とりどりの演目、非常に私も楽しく嬉しく見ております。なるほど、河川敷からということでその発射台が近いというのがあるんですね。さあ演目進みまして次の演目に移ります。今度は万葉モノクロム400発の演目です。アメリカの、失礼しました、こちらの相生のもう一つの、観光名所ではあります万葉岬、かつて万葉集でも歌われましたその非常に風光明媚なその岬からのイメージをかたどった演目と思われます。ぜひご堪能ください。メッセージありがとうございます。花火師の方々も非常に思い出があるかもしれません。この相生の花火、コロナの影響もありまして約3年近く途絶えておりました。昨年4年ぶりに復活したという状況にあります。今年その勢いになりまして再びその映画キラメント2回目が催されております。かつてのようなにぎわいを戻さんとするその花火大会、ぜひご堪能いただければと思います。
万葉モノクロでした。続きましてのプログラムは、相生産業高等学校創立80周年記念企画として、2024年宇宙の旅と題されております。250発打ち上がる予定です。色鮮やかな演目でした。相生産業高等学校創立80周年記念企画2024
宇宙の旅でした。本番にお子様メッセージありがとうございます。レン様、そうですね、残念ながら本日非常にピンボケが多発しておりまして、先ほどからちょっと画角調整非常に苦慮しております。この点、私の技量不足です。何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。さあ様、そうですね、遠見山からの方がむしろこの海上発射台非常にはっきりと見えるというふうに私も思っております。さあこれより、次のプログラムです。レア花火コレクション25発打ち上がります。非常に面白い花火が打ち上がりました。レア花火コレクション25発の演目でした。皆様にはどのような形に映ったでしょうか。湯沢様のメッセージを補足します。遠見山そのものは、樹木を生い茂りまして山頂付近、残念ながらこの花火を見ることにはかなわない環境にあります。しかしその道中にあります参道およびその駐車場近辺におきましては、このような形でご覧いただくことが可能になっています。さあ次の演目に移ります。次は八百万のきらめき700発の演目です。Thank you.
非常に色とりどりな演目でした。八百万のきらめき、700発の演目でした。本日はカメラの調子及び、花火の精度が高いからでしょうか、非常にピンボケ多発しており、誠に残念に思います。せめてその雰囲気が伝わればと切に願っております。また、通信環境が伴わず、なかなか配信が、駒落ち等が発生しているかもしれません。後ほどこれらは録画投稿させていただきたいと思っておりますので、そちらの方で保管させていただければ幸いに思います。さあ演目は続きます。次は竜宮城のカラフルギフト、600発の演目です。非常に鮮やかな演目でした。竜宮城のカラフルギフト、600発の演目でした。久々の、そうですね、交通規制が今ありますので、なかなか帰るに帰れないという状況、分かります。
屋台の数はそうですね、王子ほどではないかもしれませんが、しかし多く出店されております。非常に賑やかしい祭りが戻ってきたというふうに感じております。さあ、いよいよ最後の演目となります。配信の電波不安定な状況ではありますが、そのまま続行させていただきます。最後の演目は銀の竜の背に乗って1775発打ち上がります。様メッセージありがとうございます。そうですか、駅の方からでも聞こえますか。地元の人間としては非常に嬉しく誇らしく思います。その花火大会の最後の演目をぜひご堪能ください。猫山さん、メッセージありがとうございます。そうですね、ライブ配信で花火を配信させていただくというのは他にもあるかもしれませんが、私の方で今回はやらせていただいております。ただ残念ながら通信環境がやはり、場所的に難しいのでしょうか。非常に駒打ち、そして、ピンボケが多発しております。この点残念に思っております。多くの方々がご利用になっていることによっての弊害は確かに、久様のメッセージあります通り影響はあると思います。この点がライブ配信、Wi-Fi によりますネット配信の難しいところでもあります。こちらの方のライブ配信の保管としましては、現在カメラの方に録画しておりますものを後ほど、録画投稿させていただく考えではあります。そちらの方もし機会ございましたらご覧いただき、その内容を保管いただければ幸いに思います。
はい、絶対ね。